全国のデュエリスト諸君、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、カイバセトです。さあ本日なんですが、新パックにてね、フルールドバロネスという、まあ、史上最強のレベル重心キロモンスターが登場しましたので、完成しました。ほぼ OCG の方で組んでるブルーアイズデッキが、まあ、ほぼほぼ完成したので、ご紹介していこうかなと思っております。もう遜色ないですね。OCC の方で組んでる僕のブルーアイ使ってるブルーアイズデッキはもうこれ、こんな感じです。もうほぼこんな感じで、まあ誘発入ったんやけどね、OCC の方ではマスターだとちょっとフリー対戦なくて、ランク前用にチューニングするしかないので、結構手札誘発がいっぱい入ってるんですけど、ご了承ください。で、このバロネスってどういうモンスターかっていうとね、まあ今更ではあるんですけれども、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上で作れるレベル10のシンクロモンスターであると。でこのカード名の2の効果は1ターンに1度しか使用できない。1番1ターンに1度フィールドのカードを1枚対象に取って、そのカードを破壊するよと。でこのカードがフィールドに表側表示で存在する限り1度だけ魔法トラップモンスターの効果が発動した時にその発動を無効にして破壊することができますよと。これがめっちゃ強いんだよね。うん。で3番目お互いのスタンバイフェーズに、自分の墓地のレベル9以下のモンスター1体対象にとってそのモンスターを特殊化しながらこいつをエクストラデッキに、戻せるよと。まあそんな感じの動きになっております。まあちょっと2番目の効果がね、フィールドに表側表示で存在する限り1度だけっていう効果なので、まあちょっとここ注意していただきたいなと思うんですが、まあ何でも向こうは1回発動できるんで、しかもカード破壊する効果を持ってますし、これめちゃくちゃ雑に強いんですよ。でブルーアイズデッキって結構重心クロができるギミックがやっぱ強くて、ハリファイバーを出して、まあ、太鼓の白石をデッキから引っ張ってきながら、太鼓の白石をリンクリボーカーなんかに変えて、で、太鼓の白石の効果でブルーアイズ系のモンスターが出してくれるんですけども、これレベル8なんですよね。で、ハリファイバーの効果で、まあ、相手のメインフェーズ中にね、シンクロチューナーを出してこれるよっていう効果があるんで、これで、まあレベル2のこのフォーミュラシンクロンっていうモンスターを、まあ、出して、でフォーミュラシンクロンとレベル8 の, ブルーアイズとか D4 ブルーアイズでシンクロしてレベル10をしていくっていう動きがめっちゃ強かったんですけども、今まではここで出してくるモンスターがあんまり強くなくて、レベル10シンクロンなんか大したやつがいなかったんですよね。なんかバロネスとは比べるともうさすがに弱いっていうモンスターしかいなかったんだけど、バロネスが来たことによって一応ブルーアイズのギミックの中で一応1妨害が用意できるようになったんですよ、相手のターン中に。これがねめちゃくちゃ強いですね。まあ青眼デッキ自体が、まあ、そこまで強くねえっていう話はあるんだけど、バロネスが来たことによって相手ターンで妨害を用意することができるようになったので、ランクまでもある程度は戦えるようになったと思う。これで青眼デッキでそもそもデッキ内にめちゃくちゃその引いてはいけない、まあゴミという言い方はあれだけども、なんか引くと弱いカードめっちゃあるんですよ。デッキに眠っててほしいカードがめっちゃあるから、それを手札に引いちゃうっていうことが結構多くて、まあ、これが弱いところではあったんだけど、まあ、今回このバロネスが来たことによって一応妨害がちゃんと用意できるようになったから、まあ、割と強いよという、まあ、そういうデッキですね。でバロネスのこの丸3番の蘇生効果も結構強くてね、蘇生して例えば白切れるとか蘇生したりとか、あと1回やられてしまったオルタナティブをもう1回蘇生するとかできるんでね、これ結構強いです。はい。で今までの構築と変わってるところはデストルドが入ってるところぐらいですよね。デストルド結構強くて、これなんで入ってなかったんだろうなっていうぐらい強いんですよ。これ竜の霊廟でこのデストルドを落とすと、まあ要は墓地から蘇ってこれる中7なわけですよ。だからここでハリファイバーは結構いけるんですよね。このデッキ一応1枚初動がもうほぼほぼそのライティドライバーしかなくて、やっぱ1枚初動3枚って弱いじゃないですか。だけどこの竜の霊廟くんが結構その、まあ、誘発とかを貫通してくれるデストルドくんを墓地に送れるんで、なかなか強かったですこれ。はい。あれこの復活の復元とかもワンチャン蘇生できたりするしね。うん。まあちょっとライフ半分が重いですけどね。まあ、回し方はぜひね、対戦動画を見ていただきたいなと思うんですが、もうちょっとやっぱ強化するとかチューニングするとしたら、まあ、やっぱりブルーアイズってスキルドレインがめっちゃ強いので、まあ、スキルドレインとかを入れるとかっていう、まあ、その強化方法はあるとは思いますね。うん。まあなかなかちょっとデッキ内にこういうカードをねいっぱい入れないといけなくて、1枚では何もしないモンスターではあるので、まあ、そこがちょっとね弱いところではあるかなと思うんですけども、まあ何回も言ってるようにランクまで戦うとしたらこんな感じになるんじゃないかなと俺は思う。
はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ久しぶりだな、正眼使うの。めちゃくちゃ久しぶりだわ。さっき生放送で使ったけど、なんかめちゃくちゃ久しぶり。ハンドはなんか強そうですね。とりあえずドラゴン目覚めの戦列を発動していく。ドラゴン目覚めの戦列でここでウララを踏んでいくと、しっかりと、あるなあるね、これウララありますね。あ、なるほど、ウララあるやつ。まあ、ここまでは許容範囲内で、もう一回いきますもう一回いきます。もう一回打って、まだあるじゃん。何、まだあんの、何これ、何これ、ちょ、ま、やめてよ。あいつ何持ってんだ。うららではないから、ゾウジーか。だとしたらゾウジーもあんの。え、うららとゾウジー両方握ってるの、これ犯罪でしょ。とりあえずあのオルタナティブはなんか出したいんですけど、なんかあります？で、白い人出して、で、これリンク召喚したらゾウジー投げられるかな。これさすがにリンク召喚したらゾウジー投げられますよね、多分。これでもね、まあ、ゾウジーはでもしょうがないか、しょうがない。はい、で、ハリーファイバーの効果と、ハリーファイバーの効果でデッキからレベル3以下の中南モンスター1体を特殊召喚することができる。うわー、あいつハンド強えなあいつハンド強くねえか。まあ、ハリーファイバーから出してくるのは、まあ、これ1回体育の時代じゃ出してくるしかないよね。いやー、でもここで特殊召喚するとめっちゃドロー稼がれて死にそうなんで、これエンドフェーズどっちにしても出さなきゃいけないんだよな。エンドなんじゃないこれ。で、太鼓の白石の効果発動して、デッキから、ディープオブブルーアイズを特殊召喚するっていう効果。ディープオブブルーアイズは特殊召喚に成功したエンドフェーズに、なんか、エンドフェーズっていうか、まあ、特殊召喚に成功した場合に、儀式魔法または融合テナに加え、そして、レベル8以上の、おい、ふざけんな、お前お前、ふざけんな手札誘発、3回はキモいだろ、ふざけんなマジでふざけんなこいつ、許されって言いながら盤面、まあでもバロネスは出る一応、マジで許さねえこいつ。くっそけ、フォトンサンクチュアリ、あーフォトンか、なるほどな。まあ、その処理が終わった後に俺は動かしてもらうぜ。フォトンサンクチュアリ自体で、ハリーファイバー出していく、手札誘発の使い方相手うますぎじゃないマジうまいんだけど。で、フォーミュラシンクロン特殊召喚成功し効果そう、フォーミュラシンクロンでワンドロー、さらにその効果に遅延しフォーミュラシンクロンで効果そう、相手ターンにシンクロ召喚を行うことができる。レベル8のディープオブルーアイズにレベル2のフォーミュラシンクロンシューティング、現れよブルーアイズとホワイトバロです。遅えよお前、おい来んの遅えよお前、くたばりやがれ。ちょ頼む、バロネスでなんとかしてくれ、バロネスちゃん、バロネスちゃんの効果でなんとかしてください。ギャラクシーウィザード、なるほど。え、あ、普通に素出しギャラクシーアイズフォトンドラゴン素出し来た、なるほど。ギャラクシーウィザード効果でリリースして、デッキから、あ、レベル上げる方か、レベル上げる方。レベル8、2体並んだらなんかやばそうだよな。ここ止めた方がいいんじゃねえか。これ止めて、無効にして破壊していく。で、手札1枚。ギャラクシーアイズだけだったら多分なんとかなるんだよね。ギャラクシーアイズだけなんだったら別に全然大丈夫。全然。ギャラクシーエクスペディション終わった。か待って、特殊召喚成功時ギャラクシーモンスター持ってこれるよね。これやばいね。待って、プライムフォトンであれ、伊達 X なんだあれ。一体だけだと。なんか1万2000くらいだ気がするんだよな。これ死んだか俺これ。これ死んだくせえな。ギャラクシーアイズアフターギロードラゴン。やばい。ギャラクシーアイズサイファードラゴン。サイファードラゴンなんだ。あ、パクるってこと？パクるのはいいよ、別に。まあ、最悪。効果無効だもんな、これ。
コントロールで保つと無効化されて攻撃力が3000になる。ああ、もう全然いいわ。それはいいわ。あ、で、上に重ねるってこと？アフターグローの効果でギャラクシーアイズ出てくるのか。なるほどな。ああ、オッケーオッケーオッケー。でもさ、なんかその効果使ったらさ、なんかギャラクシーアイズサイファードラゴン以外は直接攻撃できないみたいな。そうですよね。直接攻撃できないって効果あるから。これ耐えたんじゃね？このターンは。いや、このターンは耐えたけども。いや、なんだかんだモンスター並べすぎだな。やばいな、相手のデッキ。で、バロネス1体で、ギャラクシーアイズ、サイファー X が出てきてもうた。終わったくせぇ。終わったくせ。あ、でもあれ、あれか。エクシーズ素材2個ねえから大丈夫か。サイファー X はただの4000か、今。今ただの4000。で、ブレードも来た。やばい、やばい、やばい。いや、でももうこいつらは直接攻撃はできない。こいつらは直接攻撃ができないから、俺のライフは削りきれないはず。俺の計算が正しければ。ブレードで太鼓破壊してくれ、頼む。太鼓残すのだけやめてくれ、マジで。太鼓残したけ、ほんとやめて。頼む。リンク召喚。あー、ソルフレア、来てもうた。ソルフレア効果でギャラクシーアイズを回収していく。やばい。相手の、メインフェーズ中になんか、フリチェ破壊が飛んでくる。まずい。やばすぎる。負けたくせえな、これ、さすがに。ちょ、きつい。ブレード、あー、でも太鼓破壊してくれるんだ。オッケー。太鼓破壊してくれるのはまあありがてえわ。オッケー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 。復活の復元の効果は発動しないよ。オッケー。一応ブルーアイズ系のモンスターは出せるやつですね。ディープオブブルーアイズ両方止めてるのマジやべえな。太鼓の白石の効果を発動していく。ここはもう白切れるしかねえだろ。いけ白切れる特殊召喚。そして白木リリンの特殊召喚成功時の効果発動。相手のマジックトラップカードを1枚を、ゲームから除外していく。神戦あぶれあぶれ。お前カード強すぎだろ。持ってるカード強すぎなんだが。やば。オルタナティブはあるので、オルタナティブだけは1回回収して、でオルタナティブは出していくスタイルね。これオルタナティブは出していくスタイルです。これソルフレアのチェーンね。ソルフレアはフリーチェーンで特殊召喚したモンスターをなんかぶっ殺すっていうギャラクシーアイズを捨てるとっていう効果を持っているため、ここでまずオルタナティブでやつを踏みに行くしかねえ。いけブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴン。さあオルタナティブホワイトドラゴンの効果何じゃあまあここで使ってくるのもいいか。ああまあいいよ。それはいいんじゃない、それはいいんじゃない。復活の復員、おい忘れてた。耐えた、なんか耐えた、来たぞ。さあブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンの効果によりお前の打点4000のモンスターをぶち殺していくぜ。俺のバランス高しまった。そして2体のモンスターでエクシーズ召喚していくしかねえな。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れろ。シーオルフェゴールデンゲルス。ディングルスが特殊召喚成功した場合、相手フィールドのカードを1枚選んで墓地に送ることができる。さあ消えせろ謎のこのギャラクシーアイズサイファーブレードドラゴンを殺して、で一発一回トレードイン打とう。トレードイン打って、でこれで何が来るかって話ね。はい、あー悪くないがこれライティ出したところで今何も起きないんだよな。何も起きない。ライティ出したところ何も起きない。霊廟を発動して、霊廟を発動して、太鼓の白石送っとくかも、シンプルに。で、聖眼出しとくか。こうだな。で、バトルフェーズ入る。で、これでエクシーズモンスターがバトルしたので、ガンダムが出るぞ。ふーん。史上最強モンスターをエクシーズ召喚。現れよ。ネガロキア、アーゼンス。ペロー。よしでカードを1枚セット。ターンシードだぜ。さあお前のターンだ。太鼓の白石の効果を発動。太鼓の白石の効果により、デッキからブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚。よしまくった。これはまくったろ。プライムフォトンダッシュじゃあれワンキル取れたんじゃねえの、多分知らねえけど。どうなんだろう。死者蘇生、あいいだろ。何を蘇生する、死者蘇生、それはやばいやめろ。俺のバロネスを蘇生するだと、貴様何してくれてんだ。やばい、墓穴も効かない、まずいぞ。
俺様のバルネスか。やばいやばいやばい。裏切るな。バルネスお前何してんだ。お前何してんだ。裏切るな。お前何してんだ。お前マジ何してんだ。やべえ、相手にするとわかる。こいつクソ強いわ。ちょっと待って、これアーゼウス意味ないや、これアーゼウス意味ない。墓穴はもう意味ねえな今。まあでも打点は3000だから抜けないか。破壊する効果は一応使えるか。でも破壊する効果は使える。やばい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 。だからアーゼウス使うしかないけど、使ったところで使って無効にされる、破壊される、あんま意味ないな。あんまり意味ないな。あんまり意味ないな。これ通して相手も、あ、じゃあいいスルーしますで全部ぶっ破される感じか。いやこれ残しといた方がいい説ある。これ実はこれ墓穴残しの方が実は強かったりする。これ戦闘で破壊できるもんですよね、フィールドバルでね。ブルーアイズは3000ポイントの打点がある。大丈夫だ、耐えてる。よし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 、いける。これ戦闘で破壊せばね、普通に。よし、一回戦闘で破壊しよう。一回戦闘しよう。一回戦闘。何これ、あ、なんだこれ、何やこのフリーチェーン。ああ、バロネスか。バロネスの変身効果か。バロネス変身します効果。墓地から特殊召喚する。これ、魚で無効にできる。あ、できねえじゃん。これバロネスいる状態で対処取るのか、ふざけんな。お前、デッキに戻ってから蘇生しろ、クソが。お前このモンスタークソ強いな。死者蘇生されたらマジでやばいことが起こった。まあでもギャラクシーアイズフォトンドラゴンテイロであれば全然大丈夫ですね。これなんかこの盤面かっこよくない？この盤面クソかっこいいんだけど。まあ一旦回収します。一旦回収しましょう。一旦回収して、はい、で聖眼持ってきて、でまだオルタナいますね。ドラゴン目覚めの旋律を発動。ドラゴン目覚めの旋律の効果によりライティドライバーを墓地の振り、これはブルーアイズカオスマックスドラゴンとオルタナティブホワイトドラゴンを手札に加えていく。よし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 、ドラゴン対決制したぞ。まず一個言えることはバロネスパクられるとめっちゃ強い。さあゾジアリ、よし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 、手札誘発ないと遊戯王は先行終わりますからね。はい、手札誘発が引けるかどうかっていうところありますよね。あ、なんだお前それクソダコ展開すぎないか。大丈夫か、クソダコ展開すぎないかもそれ。そんな弱いことある。まあ、一旦トレードインしますか。トレードインして、で白ひれ流切って、ここでうららをチェックしていく。うらら打っていいよ、うらら打っていいよ。うらら打たない。うららあんのかな、なんだろう、あのセカード。うららないんだったら、ないんだったらとか言いながら、でもそんなに強くねえな。まあ、とりあえずこれ竜の霊廟を発動していく。で竜の聖廟の効果によって、竜の聖廟でブルーアイズを送って、通常モンスターなんで追加で送る。これ強引にデストルトいけるから、これ強引にデストルト行くしか展開できないんだよ。で太古の白石を召喚したいんだよ。なんかある、体育の白石通る？あ、通るね。ちょ、ライフポイント半分支払うけどいい？ライフポイント半分ポイント支払って、このモンスターを墓地から特殊召喚したいんだけど、なんかある？なんかありますかと。ないね。今のところ通ってる。オッケー。中南を含むモンスター2体でリンク召喚したいんだけど、なんかある？なんか通るな。なんか通るな。うららここまで取っといてるっていう説もあるかと、一応。で、クリストロファリファイバーでもね、そんなにね、怖くないですよ。もう言うてうららはそんなに効かないんで今。なんか全部通るな、マジか。太古の白石を特殊召喚していく。で1体でリンク召喚、リンクリボー、はい、で、はい、これで太古2枚遅れたんでだいぶ強いですよ。白き霊竜が本当あればよかったんですけど、白き霊竜さっきトレードインで叩き落としてるんで、白き霊竜は出せないので、これとりあえず300と1500でぶん殴っていく差ですね。これは聖眼デッキ使ってる一番弱いなって思うのは、高校ワンキルできないんですよね。結構聖眼出すの結構エンドフェーズが多いんで。あー、エルドリッチか。
エッジデッキだったらまあ増字打っといた方がいいんじゃねえかな。これもう増字打つタイミングなくね、多分これ相手あんま特殊しないから増殖するじゃ打っといて手札交換しとこう。黄金鏡の黄金鏡の枠経路で、トラップモンスターとして出てくる。はいはい、太鼓、まあ攻撃は続けないですね。これでエンドフェーズ入るしかないよ。これで一応ブラフセットしよっか。これでエンドよ。 OK で太鼓の白石の効果を発動。太鼓の白石の効果によりブルーアイズモンスターいます。白き霊竜いってるからもうこれしかないね。ディープオブブルーアイズを特殊召喚。ディープオブブルーアイズの特殊召喚成功時の効果を発動。特殊召喚に成功した場合融合または儀式も魔法カードを手札に加えることができる。そしてさらにエンドフェーズデッキからレベル8以上のドラゴン族モンスターを手札に加えることができる。そして太鼓の白石のモンスター効果を発動。太鼓の白石のモンスター効果により現れよプライズホワイトドラゴン。一応守備表示でこれが俺の切り札にして最強の勝負だぜ。さあかかってこいエルドリッチ。これでお前が何か動いた。お標識試験行よし行け。クリストロンハリファイバーの効果を発動。クリストロンハリファイバーの効果により、エクストラデッキよりシンクロチューナーを一体特殊召喚できる。フォーミュラーシンクロン、フォーミュラーシンクロンのシンクロ召喚成功し効果発動。さらに自身の効果に前進、相手のメインフィール中にシンクロ召喚を行うという効果を発動。レベル8のディープオブブルーアイズにレベル2のフォーミュラーシンクロンをチューニング。これが史上最強のブルーアイズモンスター、ブルーアイズとホワイトバラです。シンクロ召喚さあかかってきやがれ。効果を一回無効にさせてもらうぜ。こんだけお手軽にね、出せるのいいですよね。でイムデュークさん、はいはい、イムデュークさん、イムデュークパイセン何してるんですか。リンク先の相手モンスターの戦闘のダメージステップ開始時にその相手モンスターを破壊する。ああ、どうぞ、まあ、正眼は別にいいや、まあ、ちょっと残念ながら出すとこ間違えましたねこれなんで俺ブルーアイズあそこに出したんだろう。なんであそこに出したのか意味わかんないけど、まあいいや。出すところを皆様間違えないようにしましょうね。やっぱね、モンスターを出す場所めっちゃじわってきますからね、今ね。この現代遊戯王において。伏せすぎでしょ。どんだけ伏せる。さっき伏せられたんじゃないの。じゃあ、あんま強くなさそうだけどね、あの伏せカード。あれかな、ライトニングストームケアしたんかな、相手。これ、無効にして、無効にして、スタンバイフェーズ白切れるようになるわ。強そうじゃね。フールドバロネスで無効にしてセットをすることは許さない&自分のスタンバイフェーズバロネス効果変身効果ドロー。さあバロネスちゃん、フールドバロネスの効果発動。フールドバロネスの効果によって墓地の白きレイリーを特殊召喚していくぜ。白きレイリーは特殊召喚に成功した場合相手のマジックトラップカードを1枚最初に取ってそのカードをゲームが除外する。何黄金鏡の脇の前それはいいだろう。赤き血染めのエルドレキシルマジエルドリッチが特殊召喚に成功すると黄金鏡のワッケロ君確か墓地除外するみたいな効果ありませんでしたっけ。黄金鏡のワッケロ君これ墓地除外するみたいな効果ありませんでした。やっべ、あーバロネスバロネスバロネス、僕のバロネスが考えます。なんかでも手札さすがにいっぱいあるからいろいろできるけどな、まあ、とりあえずホワイトオブエンシェント効果発動。これでまあブルーアイズ回収は確定ですね。ブルーアイズ回収してオルタナティブは出していきましょう。でブルーアイズオルタナティブホワイティングドラゴンを出して相手のモンスターを破壊するところまでいくか。ブルーアイズホワイトドラゴンを相手に見せつけてブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンを特殊召喚。さあブルーアイズオルタナティブの恐るべき効果発動しいか。ブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンの効果発動。このモンスターの効果によりフィード上のモンスター1体を選択し破壊することができる。これにより黄金鏡エルドリッチは破壊させてもらう。あーコンキスタドール OK。 コンキスタドールはさらに相手のフィード上の表側表示のカードを破壊できる。いやーきついですね。なかなかやりますね。でオルタナティブが破壊されたでエルドリッチどっか行くでここで1回トレードに打つ、トレードイン打って、で、このようわからんこのモンスター捨てて、で、2枚ドローしていく。
もう一回遊べるドン。もう一回遊べるドン。ちょ、なんか回路だけ。もうこれでいいか。はいはい。いやー弱そう、めちゃくちゃ弱そう、バカみたいに弱そう。ちょっと考えます。わかった。竜の霊廟の効果を発動。竜の霊廟の効果により暴滅の戦慄デストルドを墓地に送らせてもらうぜ。そしてレフティードライバーを召喚。そして墓地の暴滅の暴竜の戦慄デストルドの効果半分ライフを支払い、このモンスターを特殊召喚。そしてレベル2のレフティドライバーにレベル5の暴竜の戦慄デストルドをチューニング、真空の召喚。冷たい炎がどうのこうの。月下竜ブラックローズ。ブラックローズの効果、相手のフィールド上のカードを1枚を手札に戻すことができる。お前ちょっと1回手札戻れ、これでいい。そして俺は手札よりマジックカードカオスフォームを発動。カオスフォームの効果により墓地のブルーアイズをゲームから除外し儀式召喚を行う。あららら、ブルーアイズカオスマックスドラゴン。しゃあ、これ足りただろ。墓地のディープオブブルーアイズの効果発動、ドラゴンズコモンスターの点を1000ポイントアップさせるバードレベイズ。混沌のマキシマムバースト。ブラックローズパンチ。よし、対戦ありがとうございました。さあ、ハンドはまあ先行だったら強かった。隣の島かり終わった。終わった終わった。インフェルノイドか、なるほど。ちょ、どんな動きするのか知らないけど、インフェルノイド君が芝刈りした瞬間に世界が終わるって言われてます。はい、世界は終わると言われています。で、アスタロス除外して、誰やお前、インフェルノイド、あーモンスターゲート、モンスターゲート、モンスターゲッツ、オッケー。これ何が出てくるやつですか。なんかめっちゃ膨張送られてる、まずいですよ。おっと、ファントムオブカオス。なんだお前は。一旦一度自分の墓地の効果モンスターを対象に取って、そのモンスターを除外して、このカードはエンドフェーズまでそのモンスターの同盟カードとして扱い、同盟同じ元々の攻撃の効果を得る。何、何これ。1000ライフ払ってお互いの手札フィールドのカードを持ち送り、自分はデッキから1枚ドローする。キモキモキモ、お前何してんだよ。お前自分だけ墓地レソース使って展開するのずるいだろ、ふざけんな。いやこれチャンスある、相手ももたついてる。これワンフォーワン発動だ、ワンフォーワン発動、オロザラティブを墓地のフリー、そしてホワイトオブエンシェントを特殊召喚、そして一体のモンスターでリンク召喚。現れろリンクリボー、ひょい。よし、これで耐えてくれリンクリボー、俺の身を守ってくれ。そしてこれでエンドフェイスに移行する。エンドフェイス、太古の白石の効果を発動、デッキよりブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚。誰、インフェルノイド、お前誰やお前。あ、自分だけ墓地から展開するのずるいだろこれ。ふざけんなマジで、マジでふざけんな。空きれい。